おお、ほ、本人だ。L 立てて半開きみたいな。ここ宇賀島さんの大好きな河本博人さんが革ジャンを買いに来たこともあって、しかもカタログモデルまでやったお店です。ちょっとすごそう。ちょっと行ってみようか。行きましょう。うわ、すげえ、いきなり。あ、こんにちは。東田美希子くんです。ここ、河本博人さんとか来たんですか。はい。来ました。はい。おお、ほ、本人だ。かっこいい。うわ、すごい。じゃあ、まず、博人さんが買ったやつの革ジャンを見せてもらっていいですか。はい、あー、これ着てそう。タイプです。あー、これひろとさんも持ってるんですか。持ってると思いますね。ちょっと着てみたいな。ちょっと着てみようか。着てみましょう。これですか、はい、襟立てて半開きみたいな。いいですよ。かっこいい。かっこいい。急にかっこよく見えてきました。店員さん。店員さん、これちなみにいくらですか。で、9万1000円超えたので。おお。税込みだと10万超えですね。おお。これは予算以内ですか。予算以内です。おお。ちょっと後で会議しましょう。会議しましょう。いや、これ。本当に迷うところは、シングルにするかダブルにするか、悩みますね。悩みますね。ちなみにシングルは今日まだ来てないですよね。これが、これ河本さんのシングル、はい、これ確かにひろとさんの着てる革ジャンっていうのはかなりポイント高いですよね。着てる革ジャンを江頭が。おお、おお、いいですね。いいですよ。いいですね。やっぱ裏地赤いいですね。赤がいいですね。サイズ、やっぱり学ランで育った俺たちは。M だと。M。ところこっちの方がいい。どうかな。かっこいい。きた。これいくらですか。税込みだと8万円くらい。ブリーフだ。ちょっとブリーフだ。ちょっとブリーフだ。これすげえ大金払うんだよ。すごい。これすごいんだよ。今年これにかけてんだよ。ヒロトさんっぽくてダブルだけもいいんだね。あ、そう。河本ヒロトタイプ。すげえかっこいいね。そうなんですよ。着心地、あれがすげえ良かった。でも芸能人が芸能人の真似をするっていうのは、ちょっと生き方としてかっこよくない。もう一回ちょっとダブル。やっぱこれ、いや、かっこいいですね。かっこいい。かっこいいですね。このお店だったらこれが、俺お気に入り。これが一番お気に入り。うん、これキープ。一応他もまだあるので、見てじっくり検討しましょうか。そうですね。はい。じゃあこれちょっと取っといてください。あとヒルトが来たら、目頭が来たって言ってる。それで同じものを着たって。その模様は映画チャンネルで見れる。会員登録しろって。同じ顔したって。ありがとうございます。ありがとうございました。
ヒロトによろしく。ありがとうございました。